さあ、2人目、後藤さん。はい、中堅後藤。飛びがぶっ刺さって刺さる。ダダダテさん、フラッシュチョップで避けて、うまいっすね。画面端避けて、さあ、割り切りも お互いスタンチ真っ赤だが、あ、うまい、はい、しかもスタンしてる。チェッパとネットアッパーしっかり回収して、なるほどなるほど、なるほど、ありがとうございます。さすが松田さん、何でも知ってる、何でも知ってる松田さん。マッショウ、マッショウ。さあ、押してるのはタクロー、画面端距離を取り、置いてますね、立ち合い系距離は置いていた。バックスして、距離を取る。スタートからコーク繋いでいく、繋がりますね。あー、DC またしてもダート、中断、あっという間に後藤勝利。さあ、放送禁止用語を言っておりますが、はい、後藤さん、あーっつって何でも松田さんのせいみたいなのやめてね、そうよね。さあ、2人目はカリオさん。はい、中堅カリオ。さあ、後藤さんもカリオさんも今日めちゃくちゃ活躍してますですね、この2人。さあ、活躍同士の戦い。カリオさん、そうですね、丁寧な上にかなりね、割り切りもすごいんですよね。そうですね、はい、勝負感も素晴らしいですね。さあ、その勝負感、後藤さんに、あー、捕獲は避けられている。だと、あーっと、これは、これは SA でなくて、さあ、これ間に合わなかったね。間に合わなかったっすね、リバーサー失敗したか、うん、ショートスイング投げて、さあ、これガードして投げで反撃確定取っていく。さあ、これで腹部圏内ですね。さあ、上から重なる、落として、こわこわ、ロケッパ、これは残らない、足りますね。さあ、ただカリオとしては1マックス前半で当てて PA してファイナルラウンドにゲージを残したいところ。あー、後藤さんがそれを許さない、許さないですね、許さない。突進ブロック大気イエスマシンガンからカニカニと、さあ捕獲は止めて、さあ確認しっかりしている、許さないと。カリオさん絶対に詰め、ダート、この距離でもダート、いますね。まあまあうまい。生意気だと、うまいで締めるんじゃないですね、生意気で締める。パワハラやばいっす、パワハラがやばすぎるな、パワハラ。さあ、褒めてもパワハラ、パワハラ、生意気だった。出る杭は打つ、これが SHO。 怖すぎる。さあ、そんな後藤さんが2人抜き、さあ、大将白黒さん、ここで止めることができるのか、はい。さあ、まずは後藤を倒してドット攻めに行きたい白黒、白黒です、はい、白黒さんです。いや、これ後藤さん勝ったら3立てで優勝。あ、そうなんですね、ラフトリー戦、本当に。さあ、後藤さん、ある流れ乗ってますからね、うまい。あー、そしてブロッキングからダッキングアパー、流れ乗ってるのか後藤、あるぞ後藤さん。さあ、後藤無双なのか、エボーシャパン出なかった男が一番強いのか。力強い前大パン、大パン、生意気しなければ勝てる、こかなきゃ勝てると。さあ、いあ、つながる、ジャンプ台形からコーク繋いで、これは生意気じゃない、これはあの確認した、あ、しっかり確認した、はい、生意気じゃないと、生意気判定。さあ、優勝までリーチ後藤さん、後藤が大手、白黒さん粘れるか、今の上手いっすね、攻略戦繋いでいく、リープ、中足、これビタっすね、うますぎる、言えなさすぎる。さあ、後藤、はい、さあ、後藤さん1本溜まってワンチャンアウト、あー重なる、これは危ない、うまい、ゲリ使わず、白黒さん割り切っていく、100列、これブロッキング、さあ、いつまで、さあ、追い返されてもダメージは少ないので、むしろブロッキングでゲージ稼いだことでいいでしょう、ですね、寝かせればこれ後藤あります、ありますよ。さあ、危ない危ない、白黒し、ああ、ここは膝、これね、中年有利と思うじゃん、はい、全然そうじゃないんだよ、分かんないですね、これ3マックスですからね、ダットリ寝たら中年と言えども、あ
わかりません。よく引いてるか。中足方翼戦、まずは一発前中継。前中継ちょっと生意気判定ありそうだね。さあめちゃくちゃブロッキングして、あーあるぞ、ダッキングストレート、後藤ここあるのか。後藤次スキバ下手くそと、あぶない、後藤さんが決勝3立て優勝、ドットさん